情報モデリングの統合定義手法 i ィ f 1 X ダイアグラムの例ソフトウェア工学における情報モデルは対象領域のデータ意味論を記述する概念、関係性、制約、ルール、及び三方の表現である。それはその領域の文脈における情報要求の共有、安定性、及び組織化された構造を提供する。一般的に 情報モデルという用語は、設備、ビルディング、プロセスプラント、等の個々の、もののモデルのため使われる。それらの場合、その概念は、設備情報モデル、ビルディング情報モデル、プラント情報モデル、等に専門化される。そのような情報モデルは、その施設について、データやドキュメントと、その施設のモデルとの統合である。ソフトウェア工学や、 データモデリングのフィールド内で情報モデルはそれらの特性、関係性およびそれらの上で実施されうる操作を含む NTT タイプの抽象化された形式表現である。そのモデル内の NTT タイプはネットワークにおけるデバイスのような実世界のオブジェクトの種類かもしれないし、あるいはそれらが請求システムで使われるエンティティのような 抽象化されるべきそれら自身かもしれない。典型的に、それらは、NTT タイプ、特性、関係性、及び操作の閉じられたセットによって記述され、うる制約されたドメインをモデル化するのに使われる。情報モデルは、ソフトウェアにおける、実際の実装に、どのようにマップされるかを制約することのない、問題領域の記述への形式主義を提供する。 その情報モデルへのマッピングは多数存在するかもしれない。そのようなマッピングは、それらが、アンル、オブジェクトモデル、エンティティリレーションモデル、あるいは XML スキーマ等のいずれを使っているかに関係なく、データモデルと呼ばれる。ERs のレイ CD コレクションのデータベースの要求仕様を、エクスプレス g で記述したもの1976年。 実体関連モデル図式表記がピーターチェンによって紹介された。彼は、それが、意味論的モデリング技術であり、階層的、コーデシル、リレーショナルなどのようなあらゆるデータベースモデリングと、独立であることに力点を置いた。それから、情報モデルのための言語は、進化を続けた。いくつかの例は、統合仮定義1の拡張された、EDIF-1X、エクスプレス言語や、 統一モデリング言語である。1980年代にチェンの実体関連モデルを拡張しようとするいくつかのアプローチが存在した。またこの10年間で重要なことはコレット・ローランドによるレモラである。統合化されたコンピュータ支援製造定義言語は1976年から1982年の間の米空軍のアイカムプログラムから開発された。 アイカムプログラムの目的は D によればコンピュータ技術の体系的なアプリケーションを通して製造生産性を向上させることであった。e デ i f は3つのモデリング手法を含む。e デ i f 1 x は e デ i f 1の拡張版である。言語はパブリックドメインにある。それは図式表現であり ER アプローチとリレーショナル理論を使って設計される。 それは、エンティティ、属性、及びエンティティ間の関係の用語で、実世界を表現するのに使われる。正規化は、キー構造とキー移植によって強制される。言語は、エンティティ定義を完成した形式にする、特性グルーピングを識別する。エクスプレスは、プロダクトデータモデルの情報要求を形式的に、規定する ISO1303 から11として、作り出された。 それは STEP として知られる非公式な一連の標準の一部である。それは1990年代初期最初に紹介された。D によればその言語は文章形式の表現である。加えて ExpressG と呼ばれる Express の図式サブセットが利用可能である。Express はプログラミング言語とオブジェクト思考パラダイムに基づいている。 複数の言語がエクスプレスに貢献した。特に、アダ、アルゴール、C、C、イカ、モジュラマイナスに、パスカル、PL、1、および SQL である。エクスプレスは、明白なオブジェクトの定義と、定義されるオブジェクトへの制約の規定を可能にする、言語要素からなっている。それは、区分化を提供する、シェマ宣言を使い、そしてそれは、データ特性。 制約及びオペレーターの規定を支援する。統一モデリング言語は、プロセスというより、ソフトウェアシステムの使用化、可視化、構築、及び創作物の文書化のためのモデリング言語である。それは、グラディブーチ、ジェームズ・ランボー、よびイバー・ヤコブソンによって、最初に考え出された。アンルは、1997年に、オブジェクトマネージメントグループによって、 標準として認められた。その言語は、D によれば、所有権を持たない、公に利用可能となっている。それは一つの図式表現である。その言語は、オブジェクト思考パラダイムの基づいている。アンルは、表記法とルールを含み、そして O、O ダイアグラムのためのデータ要求を表現することを、意図している。アンルは、システムを異なる局面から表現する多数のビューで、 モデルを組織化する。ビューの内容は、モデル要素を持つ図であるダイアグラムで記述される。ダイアグラムは、クラス、メッセージ、およびそれらの概念間の関係のような、共通の応応概念を表現する、モデル要素を含む。アンルは、別名、統一マークアップ言語とも呼ばれている。EDIF-1X、EXPRESS、およびアンルのすべては、概念的モデルを作り出すのに使われ、 D ーによれば、それぞれが固有の特徴を持っている。あるものは、当然の用途に導くかもしれないが、優劣が決められるものではない。実際に、アプリケーションが複雑な時、すべての情報モデルを開発するのに一つ以上の言語を必要とするかもしれない。事実、モデリングの実践はしばしばその言語を選ぶより、重要である。情報モデリングは、ジェリッシュでも表されうる。 ジェリッシュ英語、ジェリッシュ、オランダ語等の種子の自然言語的派生を持つジェリッシュは、分類体系、概念体系形式を持つ、ジェリッシュスマートディクショナリーで定義される。ジェリッシュデータベースは、情報モデルの格納に適するだけではなく、知識モデル、要求モデルと、辞書、概念体系と、概念体系をも格納できる。ジェリッシュでの情報モデルは、ジェリッシュ表現を使う。 例えば、図式情報モデルは、次のような複数のジェリッシュ英語表現からなるかも、しれない。The FL Tower is located in Paris.Paris Paris is classified as a c t ジェリッシュのような表現は、ジェリッシュ辞書、分類体系から選ばれるべき概念の名前と、関係タイプを使う。ジェリッシュ辞書は、辞書が600以上の関係タイプを含む、4万概念。 以上の定義と含むことから、意味論リッチな情報モデルの創作を可能にする。そこでジェリッシュにおける情報モデルは、事実を表現する。これらのフレーズと、辞書概念を使う、ジェリッシュ表現の集合から構成される。ディストリビューテッドマネージメントタスクフォースは、コモンインフォメーションモデルの一般タイトルの下で、 様々な事業体領域のための情報モデルの標準セットを準備する。特定の情報モデルは特定化された管理領域の CIM から派生される。電信管理フォーラムはその他として電信領域のための先進的モデルを定義している。これは電信工業界内の事業、サービス及び資源領域からのビューを含む。TMF は 標準化アプローチが提供するモデルのセットに沿って運用支援システム統合が採用する原則のセットを確立した。そのモデルはプロセスモデル経由で情報モデル、共有情報、データモデル及びライフサイクルモデルと相互作用する。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ国立標準技術研究所が作成したの。 次のウェブサイト http コロンスラッシュスラッシュ www.nist.gov 本文を含む ISO IECTR 9007コンセプチュアルシェーマ1986ありがとうございます